ロシアに裏切られたもう一つの旧ソ連国アアアルメニアアゼルバイジャンに幸福で涙の軍事攻撃を止められない同盟国ロシアにアルメニア人の不満が爆発アルメニアの首都エレバンでは隣国アゼルバイジャンが係争地ナゴルノカラバフを攻撃しても何もしなかった同盟国ロシアに対し市民の怒りが爆発した。 市内各地を出発したデモ隊がロシア大使館前に集結して反ロシアのシュプレヒコールを挙げたアゼルバイジャン軍は9月19日アルメニア人勢力が実効支配するナゴルノカラバフで対テロ作戦と称する軍事行動を開始したと発表この地域はアゼルバイジャンとアルメニアの間に横たわる山岳地帯で国際的にはアゼルバイジャンの領土とされているが 約12万人の住民の大半はアルメニア人でアルツァフ共和国として一方的に独立を宣言しているアルメニアとアゼルバイジャンは長年この地の帰属をめぐり紛争を繰り返してきた直近では2020年に大規模な軍事衝突が勃発その後にロシアは紛争の再燃を防ぐためナゴルノカラバフに平和維持部隊を派遣しただが兵員2000人強のロシア部隊は停戦監視の任務をまともに遂行できず ロシア主導の集団安全保障条約機構 CSTO の加盟国であるアルメニアは集団防衛の義務を果たしていないとしてロシアを激しく批判していたアゼルバイジャン軍が攻撃を始めたその日エレバンのロシア大使館前に集結したデモ隊はロシアこそアルメニアの最大の敵だと怒りをぶちまけたロシアの政策がこの惨事を招いたとデモ参加者の一人は AFP に語ったナゴルノカラバフを守る気がないのならさっさと出て行ってほしい ウクライナ大統領府のポドリャク顧問、アルメニアを見捨てたことは、ロシアはいつでも誰でも裏切ることの証拠だ。ロシアはアルメニアとの絆を強調。デモ隊はアルメニアのニコル・パシニャン首相の退陣も要求。首都中心部の官庁ビルを包囲し、治安警察と衝突した。ロシア大使館のアレクサンドル・グチコフ報道官は、ロシア政府のプロパガンダを流すテレビ番組、ソロビオフライブの取材に応じ。 状況は緊迫しているが、デモ隊が大使館に直接的な攻撃を加えるようなことはないと述べた、ロシアとアルメニアの人々は何世紀もの歴史と多方面に及ぶ太い交流ネットワークで結ばれている、たった一晩であっけなく壊れるような関係ではない、地元メディアはグチコフの発言をこう伝えた、アゼルバイジャン軍はナゴルノカラバフで地雷が爆発し、兵士4人と民間人2人が死亡したとの報告を受けて、対テロ作戦を開始。 ナゴルノカラバフのアルメニア人、分離主義者たちの軍事施設を攻撃したと主張した。直後にドローン、無人機やミサイルの攻撃を受けるナゴルノカラバフの様子を捉えた動画がソーシャルメディア上に出回った。アルメニア側がアルツァフ共和国の首都と称するナゴルノカラバフの主要都市ステパナ・ケルトでは空襲警報について砲撃音が鳴り響き、多数の死傷者が出た。領土紛争は新局面に、 アメリカ、ロシア、EU はじめ国際社会は即座にアゼルバイジャンに作戦中止を呼びかけたアントニー・ブリンケン米国務長官はアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領と電話で協議しアゼルバイジャンに対しナゴルノカラバフにおける軍事行動の即時停止と事態の沈静化を促したと米国務省が発表したロシア外務省は我々は紛争の両当事者に対し今すぐ流血の惨事を止め 国抗戦行為を停止、民間人の犠牲をなくすよう求めたと述べた、今回の攻撃はナゴルノカラバフ紛争がさらに激烈な新局面に突入する引き金となりかねない、2020年に起きた衝突はアゼルバイジャン側の勝利で終わった、1990年代に両国が旧ソ連から独立して以来、2度目の大規模な戦闘だった。 2020年の停戦協定でロシアの平和維持部隊はアルメニアとナゴルノカラバフを結ぶ唯一の幹線道路であるラチン回廊道,道沿いに展開することになったがロシア軍はこの道路を守りきれなかったアゼルバイジャン軍は昨年12月この道路を封鎖ナゴルノカラバフに住むアルメニア人は外界から孤立し食料や医薬品不足にあえぐことになった ロシアは長年にわたりアルメニアを影響下に置き、それを足がかりとして広く南カフカ地域全体を勢力圏に組み込もうとしてきた。そのためアルメニアに軍事基地を置き、CSTO の同盟国として軍事支援を行ってきた。ロシアはアルメニアの最大の武器供与国だ。だが今やロシアは及び腰でアルメニア側では不信感が募っている。ロシアに頼りすぎたのは誤りだった。 アルメニアのパシニャン首相は今月、アゼルバイジャン軍の攻撃開始前の段階で、ロシア軍の庇護に頼りすぎたことは間違いだったと悔やんだ、アルメニアの安全保障体制は武器弾薬の購入も含め、99.999%ロシア頼みだったと、パシニャンはイタリアの有力紙、レプブリカに語った、だが今はロシア時代がウクライナ戦争で武器弾薬を必要としている、この状況ではたとえロシアにその気があっても。 アルメニアの防衛ニーズに応えられないことは理解できるこの例から我々は学ばなければならない安全保障でただ一国のパートナーを頼りにするのは戦略的なミスだアルメニア安全保障会議のアルメン・グリゴリアン初期は9月20日、集団防衛の義務を怠ったロシアに不信感をあらわにしロシアは長年アセルバイジャンと手を組んできたと言い切った その証拠にロシアの平和維持部隊にはナゴルノカラバフを守る義務が明らかにあるにもかかわらずアゼルバイジャン軍が攻撃してきたときに何ら行動を起こそうとしなかった本氏はこの件についてロシア国防省にメールでコメントを求めている追記アゼルバイジャンとナゴルノカラバフのアルメニア系勢力は9月20日停戦で合意した 武装解除やアルメニア軍の撤退も受け入れ、アルメニア側の事実上の敗北だった。死者は200人、停戦後も散発的な攻撃や避難の応酬が続いている。アゼルバイジャンが勝利宣言、降伏した形のアルメニアでロシアへの不満広がる。旧ソ連のアゼルバイジャンが隣国アルメニアとの係争地を巡り始めた軍事行動で勝利を宣言しました。 事実上降伏した形のアルメニア側では政府への批判とともにロシアへの不満の声が広がっています記者アルメニアの首都エレバン中心部にある広場です国旗が掲げられた建物が政府庁舎でその周りを多くの市民らが取り囲んでいます時折首相は裏切り者だというシュプレヒコールが上がっています アルメニアの首都エレバンでは事実上の幸福を受け、数千人が抗議デモを行いました。デモ参加者。怒りを感じます。そして恥ずかしいです。どうしてこうなったのか知りたい。アゼルバイジャンが19日に開始を表明した軽装地ナゴルノカラバフでの対テロ作戦と称する軍事行動。 アルメニア側は少なくとも2百人が死亡したとし、現地のアルメニア人系勢力は武装解除を受け入れ、停戦に合意。アゼルバイジャンのアリエフ大統領は主権を回復したと勝利宣言しました。一方、アルメニア国内の批判の矛先は政府以外にも、ロシアは敵だ、ロシアは敵だ、ロシア大使館にもデモ隊が押し寄せました。 ナゴルノカラバフをめぐっては2020年の軍事衝突で6000人以上の死者を出し、ロシアの仲介で停戦しました。ただアルメニアからすればトルコの支援を受けたアゼルバイジャンに支配地域の多くを奪還された形で、同盟国のロシアから十分な支援が得られなかったとして不満を募らせていたとみられます。プーチン大統領は20日、パシニャン首相と電話会談し、ロシアの平和維持部隊の仲介で、 今回も停戦に至ったと持参アルメニア市民からはロシア離れが加速するという声もデモ参加者ロシアはウクライナ、モルドバ、ジョージアを失いそして今アルメニアを失おうとしていますアゼルバイジャンとアルメニア人形成力は21日協議を開始30年以上にわたるナゴルノカラバフの帰属問題が解決に向かうかが焦点です